ン総長の良心ゆっくり加減です。酔いどれゴスロリゆっくりスイカだぞ。大尊服は正義ゆっくり流儀さね。酒酒だろ酒。酒がコンセプトの列車なんだろ。楽しみだね。一応鉄道旅ゆっくり実況なんだからね。いつも酒ばっかじゃん。まあスイカが暴れだしてもあれだからそろそろ行くさね。あんたもさっさと行って飲みたいんだろ。うず、まあ否定できないわね。それじゃ特設の改札から中に入りましょうか。ゆっくりしていってね。いやこいつに乗れる日に来るとはね。日によって行き先が変わるんだったな。今日は十日町行きよ。かつては日本全国で活躍していた140もすっかりいなくなったわね。北海道でもじわじわ減ってるしな。人畜臭い顔してないでさっさと乗ろう乗ろう。そうだな、せっかくここまでやってきたことだし。ひとまず座席に行きましょう。3号車なんだな。2号車はサービスカウンターだし1号車は旅行商品専用だからね。ぼっちのうぶ主には無縁ってわけかい。先頭部分は誰でも座れる感じだな。気分転換には良さそうね。寝っ転がれそうだな。他のお客の迷惑になるからダメよ。駅員さんのお見送りを受けていよいよ発車したわね。さあこれから2時間半車内の酒を飲み尽くすぞ。他のお客の分も取っときなって。実際に飲むのはうぶ主だからせいぜい4号がいいところだけどね。軟弱なやっちゃな。今度鬼の宴会にでも連れてこうかね。シャレにならないからやめなさい。それじゃ2号車のサービスカウンター倉森に行きましょう。旅の音も買い込むさね。わーい酒だ酒。カウンターテーブルや酒樽を模したスタンディングテーブルがあるな。あら、ひとまずこれだけ買ってきたぞ。つまみはこんなもんでよかったかな。上越の代表的なお酒折衷梅よ折衷梅。今の新潟には珍しく淡麗うまっちなんだよな。つまみは右酢の丸干しだね。内臓の苦味がたまらん。腰の乾杯あたりから新潟といえば淡麗辛口が主流に見えてるけど、水みたいに飲みやすいけど後から来るぞ。その点折衷梅は甘みと旨味がじわじわ来るぞ。車内価格の割には良心的だったわ。通販のぼったくり価格はひどいもんだな。日本海水ラインが合流してきたわね。河川はあるけど電車は走ってないんだったな。デッドセクションがあるから高直両用の車両が必要だからね。車両用意すらいいじゃん。車両も維持費もバカにならないしお客も少ないから機動車走らせてるのよ。河川は貨物列車が通るために必要だしな。その機動車がお目見えだぞ。北国線とコラボでもしてたのかしら。何気に日本バンダイの第一編成だったぞ。この広々とした構内が逆に物寂しさを感じさせるね。新幹線開業前までは特急街道だったしいろんな列車が行き交っていたのね。新幹線もなおいつ通らないからな。まあここに通しちまうと新幹線が曲がりきれなくて海にドボンだぞ。なおいつのホームが長いのも余計に寂しくなっちゃうわ。貨物以外はほぼ炭鉱ばっかだしな。この辺にはお客全然並んでないもんな。昔は特急待ちのお客がたくさん並んでいたんでしょうね。どこまで行っても客が見えん。チェイサーもしっかりとね。魚沼の水か。チャーザー村のコシヒカリ食いたい。元ネタは今長岡市だぞ。カラフルな車両がたくさんいるぞ。妙高羽生ラインなら東の週末パスでも乗車できるわよ。妙高高原駅前の土産屋ならさっきの折衷梅も適正価格で販売してるぞ。3番結果は天丼はいいわよ。線との分岐駅さえ型だな。この先に分岐があるわね。一番奥の線路が北北線かな。そうじゃなくて真ん中の線路が北北線よ。一番奥のは離れてるように見えるぞ。まあもう少し見ていなさいな。奥の線路離れてったように見えて並走してるな。真ん中の線路が高架化していくぞ。高架化してたのが北北
然だったんだな。うつむしもうっかりしていて、あの後撮影し損ねたのよ。私らと同じ勘違いしてたってこったな。5本、片町駅に到着したわよ。向かいにも線路があったように見えるけど撤去されちまったようだね。直江津方面のホームはさらに奥だな。勝ち立てじじい。いや、様式美だね。ワンパターンとも言うわよ。うつむしの頭の中の引き出しは一つしかないからな。ミニスもなくなったからこいつで飲みましょかね。直江津のホテルハイマーと金星の二新飯だな。いつの間にか海が見える区間にやってきたわね。穏やかだね。曇り空の荒れた日本海ってのも捨てがたいんだけどな。まあいいお天気に越したことないわね。磨きニシンと数の子がいい当てになりそうだ。まだまだ飲むぞい。日本一海に近いところにある駅を海側ね。少し停車時間もあるようだから外に出てみるかい。そうしようそうしよう。雲もほとんどない澄んだ青空に青い海。酒もはかどって仕方ないね。だんだ。ハムサンドと並ぶ K40 も絵になるね。青空と青い車体がいい感じにマッチングしてるわ。なんだ？ツアーでもやってんのか？編集時に調べたけど柏崎市主催で行われたツアーのようね。なるほどね。ここでも駅員さんのお見送りね。ありがとな。機会があったらまた来るぞ。ツアー客からもお見送りね。わははい。上空には国道8号さね。ここで振る舞い酒がやってきたわ。おちょこ一杯分もらえるんだよな。列車は日本海とお別れして内陸部に進み柏崎に到着よ。ここからはずっと内陸部だな。少し前までは越後線のホーム215系がいたんだけどね。ハムサンド。乗車証明書もいただいたわね。やっぱかっこいいよな。小腹が空いたから2号車の蔵盛りに行こうかね。注文したものが出来上がるまで少し展示物を見ていましょうか。うむ、酒はシンプルイズベストだよ。余計な混ぜ物はいらないかね。この列車の終点十日町のマップだな。まあ観光する時間ないけどね。まあ、列車に乗ること自体観光かい。注文した鯛茶漬けができたぞ。締めにはぴったしさね。うつむしこれに乗車したら必ず食べてるわね。まだ2回目じゃないか。だぞ。かつては国鉄魚沼線や越後交通長岡線も乗り入れていたわ。魚沼線はほぼ上越線と並走していたようね。越後交通の前身長岡鉄道の社長に田中角栄氏が就任してた時もあったぞ。席に戻る前に先頭でも見ようかね。全面展望を見るための設備じゃないからね。まあこんなもんかな。前回見た千曲川が信濃川にジョブチェンジしてるな。前日までの天気が悪かったのか随分濁ってるな。水は自分のまでないよ。前川駅か。見てのゆっくりがないのは仕方ないけど、せめて点を持ってきなさい。列車は上越線との分岐駅宮内に到着よ。長岡で折り返して上越線に入線するときは通過するんだな。新幹線の高架が合流してくるな。長岡も近いぞ。停車するわ。それなら一旦外に出て撮影でもしよう。外の空気も吸いたいしな。
白雪だ、白雪。信越本線に残ってる数少ない特急さね。一応信濃も信越本線走ってるわね。発車時刻になっても動く気配ないぞ。11時50分頃の発車だそうな。新潟行きならそれぐらいの発車時刻なんだけどね。まあ次の乗り継ぎには余裕あるから焦ってもしょうがないわね。お前ほんと甘いもの好きだな。硬い。まあ溶けるまで少し待ちなって。アホだなおい。こいつ雪のハムサンドが入選してきたな。これが原因なのかしら。ハムサンドがついたら発車したな。編集時に調べてみてもいまいちよくわからないのよね。まあこの後遅れなきゃいいんじゃないか。となります。後ろの画像は次回ネタバレとなります。しかし上越線に入ってからほとんど寝起きしてしまいました。いくら田んぼと山しかないとはいえあまりにも。でも2時間半飲んで食べての楽しい旅ではありました。次回はどうなるんでしょうかね。寝起きしないように頑張ります。もう旅は終わってますけどね。チャンネル登録の方もどうかよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょうね。ご視聴ありがとうございました。